仲良くしてる人は仲良くして、こう一部にはこうあのシュートが綺麗だっていうふうにずっと言ってる人もいることにはいますけど、なんて言ってもやっぱり医学部が最高ヘイラルキーなので、決して法学部だぞって言ってどやることはあまりできないと思います。まあ、次、まあ、そのこれ一番ね、法学部だと、まあ、なんて言うんですけど、その生活について聞いていきたいなと思ってまして、はい、まあ、そもそも法学部ってやっぱ勉強は忙しいですか？期末の試験はまあまあ大変です。というのは全部テストで全部手書きのレポートっていうか試験なので、50分で、A3 の表の1枚はこう埋めるような試験が1つの学期で5個とかあったりするので、比較的勉強は特に試験前は結構大変かもしれません。なるほど、それきついですね。そうですね、そこは多分政治学科でもあのそういうことを抱えなきゃいけない試験はあるので、法律学科でも政治学科でもどっちでもちょっと大変かもしれません。なるほど。その大変さっていうのはなんか実際内部生からしてどうなんですか？なんか僕小学部から東京の法学部の人とか見てても、はい、なんか期末の1ヶ月前ぐらいから勉強始めるじゃないですか、はいはいはい、で僕前日で3時間やるとかだけなんですよ、はいはいはい、で実際なんかその内部でサークル活動のしやすさとか考えた時になんか楽に単位取れるのなんか素晴らしいことだなっていうふうに個人的には思ってるんですけど、はいはいはい、法学部の人なんかその辺どう思ってるんですか？まあ、もちろん勉強は大変な時はありますし、特に試験の、まあ、2週間前とか決めて1ヶ月前からからある程度、まあ、大学受験の時と同じぐらい勉強する人もいますし、その自分がどれぐらい成績欲しいかによって結局違っちゃうのかなと思っていて、まあ、とりあえず最低限単位さえ来てれば何でもいいやっていう感じだったら直前の勉強でどうにかなる人はどうにかなりますし、ちゃんと成績取りたいという人は結構勉強しているような感じがします。なんかそのちゃんと成績取らなきゃいけないみたいな理由ってあったりしますか？例えば3年生で卒業して大学院に進めるっていう仕組みが最近はできたんですけど、そのためにはかなりいい成績が必要になってくるので、そういう人は一生懸命勉強しています。放送の道に進みたい人は、まあ、ちゃんとやんなきゃいけないよって。それはそうですよね。そうですね、それはそうですね。結構がっちり皆さん勉強されています。岡野さん実際どうなんですか？僕はちょっと考えたんですけど、自分の頭では足りないかなと思ってちょっと今は様子にしています。というと、もし勉強しようかなって思ったら大学院に進むのありかもしれないかなって思いつつ、だけど今の時点であまりいいかなって思ってるってことは多分このままそう院には進まないかなと思います。じゃあ、もう結局テストは大変でちょっとなんか羨ましいなと思ったりします、他の学部の人は。ちょっと思わないことはないです。結構いいなって思ったりすることもあります。なるほどですね。まあちょっとね、個人的には忙しいのしてないです。なるほど。勉強で、まあその目的によると思うんですけど、文系行ったらやっぱりなんかその他の活動に身を捧げる感がやっぱあるじゃないですか。なるほど。理系だったら研究、はいはい、なんで勉強行っちゃったりなんですけど、その目的がある人以外だったらなんか正直楽な方がいいかなって思ってます。なるほど。まあ、大学生勉強が本分なので12ヶ月のうち2ヶ月ぐらい本気で勉強する期間があっても全然いいんじゃないかなと思います。確かに、まあ人それぞれですね。そうですね、人それぞれですね。じゃあ、まあ最後ちょっとその生活の面について、まあその法学部の人ってはいどこら辺に住んでるのかっていうのと、はい、なんかどういう暮らししてるのかっていうのを聞いてるんですか？はい、僕は実家暮らしなんで、実家から美容師までエスサホースター通っていくんですけど、例えば一人暮らしをされてる人は日吉の駅だったり、その隣ぐらいの駅とか、その2つ先の駅とかに住んでて、頑張れば歩けたり1本で一駅で行けるような距離で住んでる人が多いと思います。でそうすれば、日吉から三田にも1本で行くことができるので、1、2年生か3、4年生に学部が変わっても、そのまま引っ越さずに暮らしてる人は多いイメージです。あ、なるほどですね。だから実際その三田の近く住もうと思ったら、まあ、日吉でもいいんですけど、はい、まあまあ高いじゃないですか。三田の方だと結構高いみたいな話をしてます。めっちゃ苦学生生まれそうなイメージがあるんですけど、はい、まあ、実際そこら辺ってどうですか？例えばこう僕はそこに知り合いはいないんですけど、大学の経営している寮とかもありますし、 あとは日吉の駅じゃなくてもう一二駅行けばもうちょっと家賃が下がるみたいなことも聞いたことがあるので、そこは幅広い選択肢を考えていただければいいかなと思います。じゃあ別にそんなに困ってる人がいるイメージじゃないですか？僕の周りでそこで苦労してるって方はあんまり見ないことはない。ああ、そうなんですね。まあ、ということでちょっと生活について聞いてきたんですけど、まあ、やっぱり僕はその文系にいる以上はなんかその大学を卒業してからやりたいこととかっていうのをちょっと突き詰めたいなって思うタイプなんですね、はい、なんでやっぱちょっと勉強にとらわれてしまう2ヶ月、まあ、2ヶ月って話でしたけど、まあ、僕は12ヶ月別のことしたいんで、なんでちょっと今回これはちょっと生活ちょっとダメということでさせていただきたいと思います。残念でした。ちょっと薄くなっていただいて、はい、薄くなります、はい、で次、でラスト、その学生の特徴について聞いていきたいなと思ってまして、はい、まあ、慶応やっぱり優秀な人、変わった人、面白い人、なんかそれぞれ結構いる感じですか？はい、そうですね、いろんな方がいらっしゃいます。
どういう人がいますか？こう例えばですけど、もちろんこう資格の試験に邁進されている方もいて、うん、在学中に合格しましたって方もいらっしゃいますし、はい、いろんな活動に従事している人が多いので、うん、学生団体で一生懸命頑張っているような人もいますし、バイト一生懸命やっていっぱい遊んでっていう人もいますし、うん、それは本当に多種多様な人がいると思います。なるほど、そこはいいでしょう、慶応は。ありがとうございますと思います。はい、で次、やっぱ慶応ってお金持ちのイメージがあるんですよ。はい、で一般庶民馴染めないんじゃないかな。なるほど。と思ったりもするんですけど、はい、そこら辺ってどうですか？そのやっぱりある程度その親のこうなんて言って資本の良さって言ったらいいんですか、その実家の太さみたいなところをまあ垣間見る時もあったりなかったりっていう感じですけど、こうそれでこう人間関係がこじれたりみたいなあまりないかなと思います。まあ、ただ一部にはこう法外にこう素晴らしいご家庭の方もいらっしゃることにはいらっしゃいますね。はい、まあ、そういう人にはこうただみんなでああすげえみたいな感じになるので、まあ、そこでこう妬みが発生したりみたいなあまり聞いたことがないです。なんかこの人お金持ちだなと思ったエピソードとかありますか？例えばですけど、当然のごとくブランド品を体中に身につけている方とか目にしないことはないですね。そういう人見るとご立派なんだろうなっていうふうに思います。確かに、いる、いますか？いますね。なんか早稲田って庶民みたいなイメージあるじゃないですか。はい、なんやかんやお父さん医者とかめっちゃ多いんですよ。社長とか、そうですね、有名企業でまあなんか2000万稼いで、はいはい、確かになんかキャンパス内でプラダのバッグ持ってる人とか、まあ、いますよね。そうですね。なんか、まあ、おーとか、だからそういう人がいて、こう一般のいわゆる普通の家庭にいて、うん、なんか辛いって思うことはそんなにないのかなと思う。確かに、これは結構、まあ、辛いはないですね。そうですね、すごいんだな、すごいんだなと思います。確かに、そうです確かに。最後にその、はい、学生の特徴として、はい、高まれる環境かみたいな、はい、ところを聞いていきたいんですけど、そこら辺どうですか？そうですね、やっぱりありがたいことに周りにはとても志高い人がたくさんいますし、何かに一生懸命な人が多いかなっていうような気がします。まあ、なのでどういう人が自分の周りにいるかとか、自分がどういうところに所属しているかによるとは思うんですけど、頑張ってる人がとても多い大学だと思うので、自分の刺激にはすごいなると思います。なるほど、できそうだったりします。自分の中でここら辺の基準が上がったとか、こういう経験をすることができた。こう例えばですけど、まあ、僕の場合はこう受験が一段落ついて、ある程度こうほっと一段落ついていたつもりが、周りの人はこう休日も図書館に行って勉強しているみたいな話を聞くと、僕もちゃんと頑張らなきゃいけないなっていうふうに思ったりすることは多々あります。なるほど。確かにその周りの人がやってると自分もやんなきゃなってなって、そうですね、まあ、勝手に作業量というか、はい、頑張る時間が増えるんで、はい、まあ、それいいことですよね。そうですね。あれは慶応は学生もいい人が多いと、はい、いうところですね。イメージ的になんか、はい、チャラい人が多いみたいなイメージ持ってる人もいると思うんですけど、はい、実際どうなんですか？テンションとかついていけたりしますか？そうですね、こういわゆるチャラいっていう方はいることにはいらっしゃいます。やっぱりこう髪色がこうド派手でいらっしゃったりとか、うん、格好がイケていらっしゃる方々います。ただこうそういう人でもちゃんと喋ってみると寝合わせの人が多かったりとか、そういう人が無理に僕らに対してお前もチャラくしろよみたいなことを言ってきたりみたいなことはあまりないので、そこで困ることはそんなに多くはないと思います。なるほど。じゃあ最後、慶応の法学部どんな人におすすめかみたいなの聞いてますか？はい、やっぱり勉強できる科目は法学なので、法律を勉強したり政治を勉強したりということになると思うんですけど、それっていうのは自分が生きている社会が実際どういう仕組みで回ってるのかっていうことを勉強するとてもいい機会です。でそれはやっぱり他の学部にはないとても魅力的な分野ですし、それをしっかり勉強する環境が慶応には揃っていると思うので、そういうのに興味がある方にはぜひ来ていただけたら、あの楽しい大学生活と勉強をすることができると思います。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日は岡野さんに慶応の法学部についてお聞きしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがたいことに周りにはとても志高い人もたくさんいますし、何かに一生懸命な人が多いかなっていうような気がします。まあ、なのでどういう人が自分の周りにいるかとか、自分がどういうところに所属しているかによるとは思うんですけど、頑張ってる人がとても多い大学だと思うので、